中国のクリスマスファンタジー映画。監督は、リチャード・ドナー。出演は、ビル・マーレとカレン・アレンなど。チャールズ・ビィケンズの小説、クリスマス、キャロルの設定を、現代風にアレンジし、ニューヨークに舞台を置き換えて映画化した作品。傲慢で思いやりを持たない、冷血な背金主義者のスクルージが、ゴーストと共に過去、現在、未来をタイムスリップし、 事故を見つめ直す。世界最大のネットワークを誇るテレビ局 IBC の社長に史上最年少で就任したフランク・クロース。メディアではそんな彼の功績が評価される一方を、局内ではその冷血ぶりが恐れられていた。その日のクリスマス特番に関する会議でもフランクは自分の企画したとんでもない CM に意見した社員を簡単に首に。 してしまう。クリスマスが迫ったある夜、そんな、フランクのもとに、ゴルフ中に、心臓発作で休止した前社長ルーの亡霊が、現れる。前社長の亡霊は、視聴率の鬼ぶりを発揮するフランクに、自分の二の舞にならないよう忠告をする。そしてそんな話を聞き流そうとするフランクに、これから三人の亡霊が、フランクのもとへ現れることを告げる。 次の日、夢か現実か動揺しているフランクに、かつての恋人であるクレアとの再会のチャンスが訪れる。すっかり仕事人間と化してしまったフランクとは違い、クレアはボランティアとしてホームレスをサポートする仕事についていた。優しさと思いやりは変わっていないことに、フランクは安心しながらも、なんとか今の自分を受け入れてもらおうとするのだが、クレアはそんなフランクを、 哀れみの眼差しで見つめた。そして、そんな、フランクのもとへ、過去の亡霊が現れる。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、三人のゴーストは、ビルマーレーと、ちょっとした、ホリデー気分で何とか乗り切っているが、一しく矛盾したトーンと、意地悪な気分の暗流が妨げになっている。であり、49件の評論の内高評価は69%に、 当たる34件で、平均点は10点満点中6.1点となっている。メトクリティックによれば、14件の評論のうち、高評価は3件、賛否混在は3件、低評価は8件で、平均点は100点満点中38点となっている。ありがとうございます。